関西盲導犬協会でご協力くださっているボランティアさんをご紹介します。クイールの会の皆さんには主に街頭での募金活動や開放の発送、木下テラスの掃除などをしていただいています。慰霊碑や庭のお手入れをしてくださるボランティアさん、盲導犬のコートをオーダーメイドで手作りしてくださるボランティアさん、訓練犬のシャンプーをしてくださるボランティアさんもいらっしゃいます。次に繁殖犬ボランティアをご紹介します。お父さん犬、健康管理に気をつけてお世話をしていただきます。毎日のお散歩も欠かせません。お母さん犬と生まれてきた子犬のお世話をしていただきます。元気に子犬が育つようにサポートしてもらいます。パピーウォーカーボランティアのご紹介です。パピーウォーカーとは盲導犬候補の子犬を生後約50日過ぎから1歳のお誕生日くらいまでご家庭で預かっていただくボランティアのことです。人と生活する喜びを経験し、家庭内でのマナーを身につけていきます。一頭一頭職員の手からボランティアさんに託していきます。社会性を身につける重要な時期でもあります。電車や車の音を聞かせたり、人通りの多い場所に一緒に出かけ、さまざまな人に出会うことも大切です。職員は定期的にパピーウォーカーのご家庭を訪問します。では実際に訪問しているところを見てみましょう。今何ヶ月、昨日で丸6ヶ月。あ、そうか、昨日で丸6ヶ月出てですよね、はい。まあ、そのパピーウォーカーをされてて、まあ、ここだけはちょっと気をつけて育てようとか、はい、なんかその心構えって言いましょうかね、はい、何かありますか。あまり性格をこう、うん、抑えてまで、うん、あまりこう無理強いしないように、うん、はい、うん、でも今までの子もうみんな大体、うん、言うことを聞いてくれるっておかしいけど、うん、はい、あのやりやすい子たちだったので、うん、お散歩も長いこと行ってらっしゃるんじゃないですか。そうですね、朝晩は1時間ずつ行ってますけど、うん、まあ、はい、時間っていうよりも時々は途中でね、うん、公園で引っ張りっこして遊んだりとか、はい、そんなのも入れてますので、はい、時間的にはそう、それぐらいですけど、うん、はい、いろんなところを、うん、体験させてやりたいなと、はい、そうですね、思ってるんですけどね、うん、はい。家庭訪問とは別に教会へ来ていただき、兄弟犬たちと一緒にしつけのレクチャーを行います。人の足元でおとなしく待つ練習をしたり、人と一緒に歩く練習をしたりします。上手に歩けたらグッドグッドと褒めて絆を深めていきます。犬も人も楽しそうですね。になるとパピーウォーカーの元を離れ、訓練犬としての生活がスタートします。当協会ではパピーウォーキング委託修了式を行います。今までの感謝を込めて感謝状をお渡しし、そしてこれからの訓練のことをお話しします。いろいろタイプが違って、うん、それぞれの個性があって、はい、本当に可愛さもそれぞれで、送り出す時はいつもやっぱりちょっと寂しいっていう気持ちがあるんですけど、うん、はい、でもこの子たちには未来があるし、うん、きっと幸せになる道に進んでくれるっていうのが分かってるので、うん、なので、はい、頑張っておいでって、はい、行ってらっしゃいっていう気持ちでいつも送り出してます、はい、ありがとうございます、はい、いいね、いいね、かっこいい、かわいいです。
最後にリタイア犬ボランティアのご紹介です。盲導犬は10歳を迎えた頃に引退となります。引退後はボランティアさんのご家庭で家族の一員として過ごします。楽しく穏やかに暮らす様子に私たちも安心しています。そして資金面で協会の運営を支えてくださっている賛助会員の皆様、多くの方々の温かいご支援、ご協力、本当にありがとうございます。